はい、皆様お疲れ様です。おっさっけーの塾長です。今回はですね、ちょっと趣向を変えましてですね、ワインの抜栓ですね、このソムリエナイフですね、こちらの方でちょっと抜栓していこうと思いますので、その抜栓方法をねご覧いただけたらと思います。よくね、開けるとき、ちょっとどうやって開けるのかなっていう風に悩まはる人もいらっしゃるので、ちょっとね、一回実践してみましょう。はい、ちょっと上に上げていきましょうね。まずはこういうワイン。まあ、こういうワインで言ってもほとんどこんな感じですけどね。まず、キャップシールがありますんで、これをね、ソムリエナイフで開けていきましょうね。ここに刃がありますので、これを、ここですね、ここを切るんですけど、この部分ですね。ポイントはですね、結構ぐるってね、大きく1回目回すっていうのがポイントですね。ちょっとやっていきましょうかね。ここからですね、見えるかな、こんな感じで結構力入れますね。これね、力を入れてですね、ギリ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 までいきましょう。そしてね、縦ここに入れとくのがポイントですね。あとでペロってめくるためですね。結構ね、もうかなり切れてます。これかなり消えてるんですけど、そしてこういったので、次はこっちですね。こっちを切っていきます。ギリ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 、これでだいたいね1回転、ね、してますね。でここに切り込みを入れたので、そこでこういう見えるかな、ここで取っていきましょう。このようにですね、ピロンとこんな感じですかね。そうですね、こういう風にコルクがね出てきますよね。そしてですね、次は抜栓していきましょう。まあ本当はここちょっと軽く拭いた方がいいんですけど、ちょっとね、便宜上ちょっと次に進めましょう。はい、でコルクですけど、もうちょっと上上げようかな。見えますかね、皆さんね。こうやって入れていくんですけど、ちょっとね、最初ね、これま、このままいくとちょっと斜めに入る可能性が高いのでですね、こんな感じでね、スクリューをね、斜めに入れるっていうのが結構ポイントですね。はい、いきますね。ここにこんな感じでまして、斜めから入れて最後、垂直に行くっていうやり方ですね。斜めに入れて、えっ、キュル、キュル。こんな感じでですね、そしてあと、奥にこのように、入れていくのがポイントですね。シングルアクションが、ダブルアクション型なんでね、ここをまず一つかけていきましょう。はい、まずは一ついきます。で、ポイントを押さえるのがポイントですね。このように上げていきますね。そして、その次、この部分を使っていきましょうね。でね、ポイントはこのまま上げていくんですが、ここを押さえてね、上げるのがポイントですね。このように押さえてですね。そして、上げていきます。見せた方がいいね、見えた方がいいね。でここまで来ましたら、まあこのようにですね、シュッと開けると、はい、こんな感じですかね。はい、出来上がりました。はい、ばっかりね、ちょっとね、実は先端斜めに入ってちょっとうまいこと開けるかちょっと心配だったんですけど、まあなんとかうまくいきましたね。うん、コルクの匂いもちょうどいいですね。さあ、ちょっと下げてみましょうね。はい、無事抜栓することができましたので、ご参考いただけたらね、ありがたいと思いますね。まあ、せっかくやったら飲みましょうか。飲みましょうかって言ったらあれやね。はい、いただいていきましょう。ノトワインですね。おお、色が結構淡い感じですね。持ってみようか。これは、ノトワインマスカットベーリー A。ノトなんであれですよね。石川県ですね、これじゃあね。石川県の、ワイン。すごいですね。石川県でもワインを作られてるっていうね。2015のヴィンテージになります。では、このようにうまいこと、飲めることができますので、皆さんご参考いただけたらと思います。以上、おっさっけーの塾長でした。